二番ホーム、入谷駅は、東京都台東区入谷一丁目にある、東京地下鉄日比谷線の駅である。駅番号は、H19。相対式ホーム二面二線を有する地下駅である。入谷商店街方面へは、北側で入り口が最寄りである。トイレは二番線ホーム上の寄り改札内に一箇所、三の和寄り改札外に一箇所の合計二箇所で、校舎のみ、多機能トイレが設置されている。 1964年東京オリンピックに間に合うように急ピッチで建設した駅の一つである。1992年、ホームの壁面をリニューアルするとともに、駅名標の上に、イリ屋朝顔氏にちなむ朝顔のイラストが配された。当駅のホームは空気の流れを十分に考慮しない設計であったため、列車の進入時に逃げ場のない空気が駅の階段に一気に流れ込み強風が吹く。 利用者から苦情が多いが、抜本的な対策は行われていない。2010年12月20日に、2番線ホームのミノワ寄りに改札口と4番出入り口を新設した。これにより、約50年間設置されていなかったバリアフリー施設として、エスカレーターとエレベーターが新設された。建設中だった1959年、当駅付近で氷河期に生息していた。 ナウマン像の薄葉が発見された。2020年2月7日より、スイッチ制作の発射メロディを使用している。曲は1番線が、銀線、2番線が、花びらである。2020年度の1日平均乗降人員は26,652人で、あり、東京メトロ全130駅中103位。日比谷線内では、虎ノ門ヒルズ駅、南千住駅に次いで、 乗降人員が少ない。近年の1日平均乗降乗車人員推移は下表の通りである。駅南側付近は大通りの交差点になっている。駅前にはスーパーマーケットなども立地するため通行量が多く非常に混雑している。また、放置自転車が歩道を占有している箇所がある。商店街下や警察署は駅の北側にある。 2000年代以降は駅前を中心にマンションが増えており、上降人員も増加している。最寄りのバス停留所は、都営バスの入屋木下神と台東区循環バス、めぐりんの入屋駅入り口である。ありがとうございます。